ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。暖炉の火って、暖かいし、あのオレンジがかった色もほっとするわよね。風情があっていいよな。そういえばコンロの炎って青いわよね。なんで暖炉の火はオレンジなのかしら。それは、燃える材料が違うからだぜ。木材は炭素でできているんだが、炭素が燃えるとオレンジ色になるんだぜ。一方でコンロはガスで燃えるわけだが、ガスが燃えると青くなるんだぜ。へえ、そんな理由だったのね。花火が色とりどりなのも、火薬玉の中に様々な材料が入っているからなんだぜ。なるほど、不思議な科学の雑学もっと知りたいわ。それじゃあ今日は、知ったらびっくりする、科学の不思議雑学10選を紹介していくぜ。お願いするわ。知ったらびっくりする、科学の不思議雑学10選、一つ目は、海王星で降る雨は、ダイヤモンドであるだぜ。雨がダイヤモンドなの？しかも一粒が数百万カラットもの、ダイヤモンドの雨なんだぜ。何それ素敵。なぜそんな高価な雨が降るかを説明する前に、ダイヤモンドってどんな素材に対して、何をするとできるかって知っているか？難しいわね。素材は炭素、というのは聞いたことがあるわね。掘ったら見つかるとも聞いたことあるし、炭素を土の中に埋めておくとできるのかしら？おおよそ合っているぜ。炭素を強光圧かつ強高温にさらすと出来上がるんだぜ。地中深くは地上よりも高圧で、マグマなんかがあれば強高温だから、ダイヤモンドができるわけだな。なるほど。海王星も同じではないの？海王星は地球よりも大きい星だから、表層にかかる圧力は地球より非常に大きいんだぜ。だからダイヤモンドが成長しやすい環境なんだぜ。そうなのね。でもダイヤモンドが降ってきたら、すっごい怪我しそうよね。怖いわ。実は雨といっても地球のように、空気中を落ちるわけじゃないんだぜ。そうなの？海王星は、地球でいう土やマントルがないんだぜ。代わりに、液体のような氷でできているんだ。ダイヤモンドはその中で生成されるんだが、氷よりも比重が重いから、だんだん核の中に落ちていくんだ。これを雨が降る、という表現しているようなんだぜ。なるほど、海の中をダイヤモンドが、沈み込んでいくようなイメージね。ああ、そんなイメージだぜ。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10選2つ目は、雪の結晶が六角形なのは、水素と酸素の結びつきが109度だからだぜ。難しい、どういうことかしら？水が H2O ってのは知ってるな？知っているわ。H は水素、O は酸素よね。H2O だと、2つの水素原子が、1つの酸素原子と繋がっているってことよね。そうだぜ。この時酸素は、2つの水素と二等辺三角形を作るように繋がるんだが、温度が下がって氷になるとき、周りの H2O とも、さらに繋がり始めるんだな。一つの酸素に対して四つの水素が繋がるんだぜ。その時 H2O の繋がりを見ると、鈍角109度の二等辺三角形になっているんだぜ。それが冒頭の109度ね。でもそれがどう六角形に関係するのかしら？一つの酸素に対して四つの水素が繋がると、形としては正四面体になるんだぜ。四つの面すべてが正三角形のやつね。ここで覚えておいてほしいのは、正三角形は、二辺のなす角度が60度だってことだぜ。わかったわ。次に考えるのはピザだな。ピザ？イタリアンの？そうだぜ。ピザを6等分すると、1ピースの角度っていくつかわかるか？1周で360度だから、6で割って、1つあたり60度ね。さっき俺は正三角形は60度だって言ったわけだが、一緒だな。あ、確かにそうね。つまり正四面体の H2O は、6つで隙間なく重なるわけだぜ。6等分する前のピザみたいにな。そうだわね。じゃあ正三角形が6個繋がったピザみたいな形を、上から見ると何になる？三角形6つでできているから、外周は6辺ね。だから六角形かしら。あ、そういうことね。この法則は、どれだけ結晶が大きくなろうと変わらないんだ。だから氷の結晶は六角形になるんだぜ。はぁ、頭が良くなった気がするわ。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10選3つ目は、蜂蜜は腐らないだぜ。え？腐らないの？甘いし、あっという間にカビが生えそうなものだけど。理由は2つあるぜ。糖度と、水分含有率、だな。蜂蜜は糖度が 80% と非常に高く、水分含有率も 20% と非常に低いんだぜ。糖度というと甘さの程度よね。水っぽくもないのだとすると、飴みたいなものかしら。まあそんなものと思ってもらってもいいぜ。大事なのは飴を食べた時の感想だな。甘いものを食べた後って喉が渇かないか？そうね。飴に限らずそう感じるわ。それがカビが生えない一つ目の理由だぜ。糖度が高いと水をよく吸収するんだぜ。だから喉の水分が取られて、喉が渇くんだぜ。そうなのね。じゃあ蜂蜜にカビ菌がついた場合はというと、同じようにカビ菌が持つ水分が、
蜂蜜に吸い取られてしまうんだぜ。そうするとカビ菌は乾いて死んでしまうんだぜ。すごいわ。もう一つの理由である水分含有率が低いについてだが、水分含有率 20% というのは、環境などの干物と同じ水分含有率なんだぜ。そんなに低いのね。この水分量は菌が活動するには不十分なんだな。だからもし仮に蜂蜜の中に菌が入り込んでも、繁殖できずに死んでしまうんだぜ。だから天然の蜂蜜は100年経っても腐らないと、言われているんだぜ。なるほど、何にも理由があるものね。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10選4つ目は、人間の歯は鉄より硬いだぜ。鉄より硬いの？厳密には歯の表面のエナメル質が、鉄よりも硬い素材なんだぜ。エナメル質の下にある象牙質も、人体の中では時点で硬い素材だな。漫画で鉄を噛みちぎる描写とかあるけど、あながち間違いでもないのね。一概にそうとも言えないんだぜ。硬さの基準はモースコードというんだが、対象を引っかいた時の傷つきやすさで、コードの値が決まるんだぜ。例えばエナメル質と同じコードにはガラスがあるんだが、ガラスと鉄がぶつかり合ったら、ガラスが割れるよな。そうね。あれ？でも鉄よりガラスの方が、モースコードが高いはずなのに。そうだな。だからモースコードの値が大きいからといって、どちらが壊れやすいかまではわからないんだぜ。なるほど、あくまで引っかいた時なのね。人間だと、他には爪とかもあるけど、それはどのくらいの硬さなのかしら？モースコードで言うと 2.5 だから、歯に比べると硬さは劣るな。だいたい石膏とかサンゴと一緒のようだぜ。石膏というと、家の壁とかよね。確かに弱そうだわ。骨はモースコードが5で、歯よりも劣るが、鉄と一緒のコードなんだぜ。そうなのね。意外と傷つきにくい素材でできてるのね。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10選5つ目は、火星の夕焼けは青いだぜ。赤やオレンジじゃないの？驚きだよな。これは大気を漂う微粒子の密度が違うから、起きる現象なんだぜ。微粒子って何かしら？例えばホコリとか、砂、といったものだな。なるほど。火星だとその微粒子が、とっても少ないってことね。地球に比べて100分の1程度だと言われているぜ。そんなに少ないのね。この密度の違いが、なぜ空の色の違いとして現れるかというと、そもそも空が青いのは、太陽光に含まれる青い光が微粒子にぶつかって、いろんな方向に飛ぶからなんだぜ。ぶつからないと色として見えないの？そうなんだぜ。太陽光は赤や青、緑といったいろんな色の光が、混ざり合って白く見えてるんだが、各色で微粒子とのぶつかりやすさが違うんだぜ。どういうことかしら？光というのは波の性質も持ってるんだが、海の波のように上下に揺れながら進んでるんだぜ。しかもその揺れの速さは色によって異なっていて、赤だとゆっくり、青だと細かく速く揺れるんだ。青の方が微粒子にぶつかりやすそうだと思わないか？そうね。ぶつかる確率が高そうだわ。地球の場合は微粒子が多いから、夕焼けみたいに斜めに光が入って、大気を通る距離が長くなると、手前の方で青い光は全部ぶつかって、届かなくなるんだぜ。で、残った赤の光が微粒子にぶつかって、空が赤に見えるんだぜ。でも火星の場合は微粒子が少ないから、斜めに入ってきても、青い光が残ってるんだな。だから火星の夕焼けは青く見えるんだぜ。なるほど。そうすると、火星の日中は、太陽光が大気を通る距離が短くて、ほとんど微粒子にぶつからないから、空は何色にも見えないの？いい質問だな。その通りで、大気にぶつからないから、外からやってきた光をそのまま見れるんだ。つまり宇宙がそのまま見えるんだぜ。なるほど、そういう理由で宇宙が見えていたのね。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10選6つ目は、パウダースノーが降るかどうかは、海と山の位置関係で決まるだぜ。どういうことかしら？乾燥してたら降りやすいのかな？とかなんとなく思うけれど。鋭いぜ。水分の含有量が多いか少ないかで、パウダースノーになるかどうかが決まるんだぜ。霊夢の言う通り、水分が少なければいいんだぜ。ただ、水分が少ないってのは、そもそも雪が降りづらいってことでもあるよな。確かにそうね。とすると、降るのは結構稀なのかしら？そうなんだぜ。地形に大きく左右されるんだぜ。例えば日本の東北地方は世界的に見ても、パウダースノーが多く降ることで有名なんだが、日本海の幅と東北の山脈の位置関係の恩恵なんだぜ。日本海の幅も関係しているの？そうだぜ。ユーラシア大陸から日本海に吹き込む風は、大陸を通ってきたからだいぶ乾いてるんだ。日本海を渡るときに水分を補給するんだが、日本海は北に行くに従って狭くなる形をしているよな。で、幅が広めな新潟あたりでは、水分が多いボタ雪が降るんだぜ。さらに北に行って秋田県あたりが、パウダースノーを降らせるにちょうど良い水分量を、
補給できる海の幅になるんだぜ。なるほどね。確かに絶妙な位置関係に思えるわね。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10007つ目は、数千度に達する灼熱の氷が存在するだぜ。氷なのに数千度なの？どういうことなの？俺たちが考える氷っていうのは、0度以下で固まり、触ると冷たいと感じるものだよな。そうね。熱いとそもそも凍らないわ。だけど、宇宙規模で考えると、高温の氷は、数多く存在しているようなんだぜ。全然イメージつかないわ。身近な自然に存在はしないからな。太陽系で考えると、天王星や海王星で、存在していると考えられているんだぜ。だいぶ遠いのね。そうだぜ。それだけ環境が変わらないと、存在し得ないものってことだぜ。なぜ海王星で存在するかというと、星を形成する死星分が関係しているんだぜ。死星分？海王星はガス型惑星に分類されるんだが、ガス型惑星の特徴は、水素といった非金属類の層が分厚く、その分厚さによって大気圧が非常に高い、という特徴を持っているんだぜ。分厚いがゆえに重くて、圧力が高くなっているのね。そして圧力が高いとどうなるかというと、水が氷となる条件が地球とは変わるんだぜ。具体的には通常液体になる温度においても、圧力が高いために自由に振る舞えず、水でありつつも固まっているという状態になるんだぜ。これが超イオン氷と言われる状態で、圧力が高ければ高いほど、高温でも液体になることがないんだぜ。これが灼熱の氷が存在するという理由だぜ。なるほど。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10008つ目は、スマホの通信周波数は、天気に左右されない周波数を使っているだぜ。そんな工夫をしているのね。大気は光や電波を吸収しにくい波長が存在するんだぜ。人の目で見える可視光もそうだが、より吸収されにくいのは、30MHz から 30GHz の波長なんだぜ。この領域の波長は、大気に吸収されないから、悪天候といった外乱の影響を受けずに、電波による通信が可能なんだぜ。この特徴を活用しているのが 5G スマホだな。あ、5G って 5GHz ってこと？確かに 30MHz から 30GHz の中にいるわね。5G は波長を示す言葉ではないんだが、周波数で言うと 4.6GHz だから、あながち間違いでもないな。なるほどねー。ちょっと気になったのだけど、私たち人が目で受けられるのは可視光で、30MHz から 30GHz の波長ではないわよね。そうだな。可視光は周波数で表すことは少ないんだが、400THz から 750THz が可視光だから、30MHz から 30GHz の範囲にはないな。でも大気の影響を受けないってことは、太陽光を効率よく受け付けられるということよね。なぜ可視光を見れるように進化したのかしら。なかなか鋭い質問だな。それは、太陽光の各周波数ごとの光の強度を見れば、一目瞭然なんだが、可視光で最も高いピークを持っているんだぜ。一方で 30MHz から 30GHz は、大気の影響は受けないものの、そもそもの太陽光の強度が非常に低いんだぜ。だから光の強度が強くて、ある程度大気の影響も、受けづらい可視光を見えるように進化した、と言われているんだぜ。へえ、面白いのね。次の雑学を紹介するぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10009つ目は、雪が赤く染まることがあるだぜ。え？雪って白よね？赤なんてあるの？北極でも血のように赤く染まったことがあるんだぜ。どういうことなのかしら？これは雪の表面に微生物が大量繁殖することによって、起きる現象なんだぜ。雪ってかなり冷たいわよね。それでも活動できる微生物がいるの？実はいるんだぜ。氷雪藻と呼ばれるもの仲間がいるんだが、一般にもは20度以上で繁殖するんだが、氷雪藻は0度前後でも繁殖が可能なんだぜ。そんな藻がいるのね。でも藻が繁殖したとして、なぜ赤色に見えるのかしら？それは氷雪藻が繁殖の過程で、赤く見える色素を生成するからなんだぜ。この色素は太陽光から自らを守るために生成する、バリアだと言われているぜ。なるほどねー。赤い雪なんて神秘的ね。赤く見える雪は一見綺麗に思えるんだが、実はあまりいいことではないんだぜ。え？そうなの？雪の表面に色がつくということは、太陽光を反射せず吸収してしまう、ということなんだが、太陽光を吸収するということは、雪が熱くなるということで、雪が溶けてしまうことにつながるんだぜ。地球温暖化につながっちゃうのね。そうなんだぜ。だから割と深刻な問題として、最近取り上げられているんだぜ。そうなのね。ちょっと怖いわね。さて、次で最後の雑学だぜ。知ったらびっくりする。科学の不思議雑学10010個目は、脳まで届く光があるだぜ。なんだか怖い響きね。
そこまで怖くはないんだぜ。医療向けの技術なんだが、CT よりもよっぽど人体に優しいんだぜ。そうなのね。どんな技術なのかしら？光トポグラフィーというものなんだが、脳に赤外光という赤より少しだけ波長が短い、リモコンに使われるような光を当てて、脳の活動状態を計測するものなんだぜ。脳まで光が届くものなのかしら？赤外光は波が緩やかだから、皮膚や骨にあまりぶつからずに脳まで届くんだぜ。空の色の時と同じ話ね。そうだな。そして活動中の脳に赤外光を当てると、活動していない時に比べて赤外光を吸収する量が増えることがわかっているぜ。この吸収量の差分から活動部位を探すわけだな。へえ、そうなのね。でもなぜ増えるのかしら？血液が増えて赤外光の吸収量が増えるからだぜ。脳は活発に活動している部位に血液が集中する特性があるんだぜ。その特性を活用したんだな。そうなのね、面白いわ。CT は被爆の影響があるんだが、赤外光は可視光に近い安全な光だから、今後の普及が期待されているんだぜ。ぜひ広まってほしいわね。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。